どうも、いつものちびすけです。よお前ら、マリサだぜ。のっけから口が悪いぞ。今回は今まで紹介してなかった戦車たちを紹介していきます。まあメインはコメント拾いなんだけどな。あと復装はなんとなく海兵隊仕様です。ほいじゃ早速見ていこうか。まず、こちらが我が軍の CS 版主力戦車、MMT17-2、ヨルクレースです。武装は、125mm、48口径滑空砲が1門、12.7mm、RWS 重機関銃が1機だ。また、180度水面走行、大耐水弾用分離走行も装備しています。そういや、コレステロナスターの MDT をパクった。パクってないからね、参考にしただけだからね。砲塔の窓から前方を視認できます。なお視界は悪い模様。ついてないよりかはいいから、多少はね。しかしあいつら遅いな。まだ来ないね。今回はまさかの二人だけとかないよね。さあな。こちらは初期型の MMT17-1 で、高身長は45口径です。なんかダサくはないんだけどかっこよくないな。あの頃はまだまだ未熟だったから許して。今なんでもするって。ないです。こちらは CM1、通称タイブラムスだぜ。ざっくり言うと、エイブラムスっぽい何か、です。わかりやすいな。個人的に見た目は結構気に入ってるんだよね。自信作？まあ結構時間かけて開発してたしな。なお性能はクソザコなのくじ。CS 版だから性能は別にいいだろ。このタイブラムスは何より内部が充実しており、一生じゃ外に出たくないという兵士が続出中です。Wi-Fi も使えるしベッドもあるし。そしてノート PC が備え付けられてるからね。もう文句なしでしょ。残念なのはベッドが2つしかないことだな。外にあるネズミを使え。ベッドが置いてあるだけでもありがたく思うよな。お？ごめん、だいぶ遅れちゃった。おはようございます。じゃなくてごめんなさい。お、来たね。なんとか間に合ったみたいだな。実況ね。こちらは MT-72 の本国仕様、MT-72V9 です。また偉く懐かしいものを。ほとんどの戦車はこの子をクソとして作られてるからね。黒歴史だけど一応紹介しときます。黒歴史なんだ。よし、これで一通り済んだな。それでは皆さんお待ちかねの、コメント拾いの時間だな。やっほー。そこまで喜ぶことか？じゃあまず最初のコメント、兵器がうまく作れません。どうしたらいいですか？わかりません。もっと兵器作りに熱中しましょう。次、すごい面白いです。これからもいろいろおしゃべりしてください。こういうコメント本当にありがたいです。スーパー参考になるし面白いです。ちびすけ頑張れ。ちょ、痛い。急に何するんだよ。コメントにそう書いてあったから。まだ楽天じゃないと思いますよ。次、船作りましょうぜ、船。もう作ってるので海軍紹介とか見てみてください。次、カニちゃん。人間です。そうね。質問です。海上自衛隊の中で好きな護衛艦はありますか？高波型護衛艦かな。あの 127mm 速射砲が最高ですね。実はもう作ってたりします。お、いいね。金もっと綺麗ですね。すげー、チャンネル登録しました。ああ、わざわざあんなしょぼい動画にありがとうございます。お前、建築神だな。だから人間ですって。ありがとな。お、次は私に読ませてくれ。リトルバードってまだ？できれば作ってください。よし、次の動画はリトルバードに決まりだ。そんなノリでいいんですか？次のコメントは難しくて私にはわかんないんだけど、個人の感想ですが、このシリーズ好きだけどうりうりうるさいです。楽しみたくても国の悪口は言わないでほしいです。ネタをネタとして捉えられない人は帰って、どうぞ。あなたも韓国を歴史から現在まできちんと学べば絶対嫌いになるはずです。右翼にはなりたくないが、韓国は好きになれません。だから動画の冒頭でもちゃんと不適切なネタを含んでいるかもしれないと忠告してありますよ。この動画を見てるってことは注意書きに書いてあることに関しては了承してるってことになるからな。そうですね。よくわかんないな。面白けらいや。さてと、そろそろ時間が押してきたから、こんなもんかな。拾いきれなかったコメントは次回ということで。それでは、時間の検討を祈る。ご視聴ありがとうございました。